ちは、マザーハウスケアマイスターの上原です。こちらの動画では日常的なお手入れについてご紹介をしていきます。結構お店の方でお手合わせをいただくのが、家に帰ってからのお手入れどうしたらいいですかっていうふうによくご質問をいただきます。皆さん結構実際にお求めいただいて使い始めてから、どこかでやらなきゃなと思いつつ、気がつけばやっていなかったりですとか、もう毎日忙しくてそんなことに手が回らないみたいなところで、ちょっとこう敷居が高いなって思われている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、今からご紹介するメンテナンスに関しては、日常的に手軽にできることに加えて、カビだったりの原因になるホコリを取り除くっていう意味で、バッグ自体を傷めにくく綺麗に保っていただくことができますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。ではまず、今回使う道具のご紹介ですね。こちらのブタ毛のブラシとクロスを使っていきます。で、こちらのブラシなんですけれども、靴を、メンテナンスされている方ですと、結構馬毛だったりとかヤギ毛のなんか柔らかいタイプの毛の長いものを使ってらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、面積の広いバッグだったりとかに関してはこちらのブタ毛のブラシでも十分に対応できるかなと思います。あとこちらのクロスなんですけれども、こちらは実はちょっとこう起毛させてある加工がしてあるので、余分なクリームを吸い取ってメンテナンスに使えたりですとか、最後の磨きをするときにレザーの表面を滑らかにしてあげたりっていう効果があるので、こういったものを一緒に使っていきます。はい、では早速メンテナンスをしていきましょう。まずはブラッシングをしていきたいと思います。よく皆様にどのぐらいの強さでやればいいんですかっていうふうにご質問もいただくんですけれども、そんなに強くやる必要はなくてですね、手首のスナップを効かせるような感じで全体を軽くトントントンと叩いてあげるようにしながらやっていただくのがおすすめです。で、こういうバッグで見ていただけると嬉しいなと思うのが、こういったバッグの縁の際、蓋のこちらですとフラップの中の部分だったりとかなんですけれども、意外とこのあたりホコリがたまりやすいので、しっかりとかき出してあげてください。あとはこういった金具の付け根の部分ですね、このあたりも結構たまりやすいので、定期的に取ってあげると綺麗な状態が保てます。で、最後に仕上げでクロスで磨いていきます。で、こちらも強さに関してはあまり力を入れることはなく、こう円を描くようにしながらスススとなじませるようなイメージで磨き上げてあげてください。この時に少しこう摩擦熱も起こるので、それによってこう表面のツヤも生まれるようになります。はい、こちらで日常のケアは完成です。で、ここで日常的なケアは終わるんですけれども、やはり毎日使い続けているとどうしてもバッグ痛みが早くなってしまいます。なので、できれば週に1回だったり2回でもいいので、お休みさせてあげることがバッグにとっては大事になってきます。お休みさせる時なんですけれども、バッグの中身一度全部出していただいて、お店の方でご購入いただいた時にこういった紙の詰め物を一緒にお入れしている場合もあるんですけれども、もしお家にない場合には新聞紙など丸めていただいたもので大丈夫です。そちらをバッグの中に入れることで型崩れと、あとは湿気ですね、そちらも適度に取り除いてくれる効果があるので、こちらを入れた上で風通しのいい場所で1日休ませて、また使い始めていただけたらなと思います。このように日頃の小さなお手入れをするだけでもレザー長く綺麗に使っていただくことができます。なので、ぜひ一緒にこちらの動画を見てお手入れしてあげてくださいね。次の動画ではケア用品を使ったメンテナンスに関してもご紹介していきますので、合わせてご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。